どうも、ボビーアトレーザーのボビーです、ね。今日はちょっと時間が早いですけどね、ちょっとあの時間を押しまして、えー、ちょっと早めの配信となります、ね。もしお付き合いいただければ幸いです。えー、今日は土曜日ということですね、えー、もう早いですね、2月もね、えー、もうあさってから3月ですよ、ねえー、最後の週末いかがお過ごしでしょうか、あ土曜日ということで音楽の話、ね、で今日は。 ボストンねボストンのお話を少し薄口でお届けしたいと思いますねえー、このボストンなんですけどね、えー、こ,れこれ今これセカンドアルバムのね幻想ュアのドン・ル、え、ク、ー・バッカーねこの名前がいいですねこのこのジャケットが好きなんですけどねこれねこれあのー、これ今格装してます。 しててでですすねね、えー、部屋に飾ってるんです、ね、このアルバムのこれ本当は見開きでこうカバンとこう広がるんですけどねで多分これねお聴きいただいてる方が多いと思うんですけどもこれも結構ねえー、名盤ですからねでこの UFO ねこのギターがギターこのねギターのが UFO になってこう。 宇宙へ向かってるというかあそういうね、えー、感じがこのねジャケットがたまりませんねこれがですね、えー、サードステージっていうこれセカンドですよでセサードステージになったらね宇宙にですねこの,の,の UFO がですねポーンといてるんかな <laughs> なんかええー、感じのジャケットなんです宇宙なんですよで、まあ、ボストンを初めて聞いたのがですね高校生の頃なんですけどね、えー、当時、えー、僕が お昼休み弁当を食べてる時にこう放送室からこう音楽がかかるわけですよ。でまあ僕の同級生のねバンド連中というかバンド仲間が、えー、当時あのドラムをやってた <laughs> 僕の同級生がですね、えーえー、音楽を担当してたんですね。で流しボストンのその多分ファーストアルバムだと思いますわ、うん、幻想飛行からね。 1>, で1曲目このかかってるわけですよ「宇宙の彼方な」やからドラマティックな感じでで英語やしあの僕はねホ楽しか、まあ、ほ,ほぼ聞いてなかったんでであのこれなんていうんって言ってなんていうバンドなのって聞いたら「あボストンっい」って言うんやってねでそっからの出会いですねで何して、えー、宇宙的なんですよねあのスケールが広いというか あのすごい音の厚みもすごかったしま何しかも歌がうまい <laughs> もうそれにつきますねもうボーカリストがもうあの名前何やったかなあのブラッド・デルベットかなううんもうあの歌がね歌唱力がねもうすごくね、えー、感動するんですねうんでなんかこうなんていうんですかね抱きしめたくなるような声っていうかな 抱きしめられたくなるというかなんかね、えー、艶やかでねハイトーンハイトーンだよねこう、あのー、ハスキーなイメージあるんですけど艶や,やかな透き通るみずみずしい、えー、澄み渡るなんていうかな、ね、何とも言えんぐらいの歌唱力なんですねもう歌がこう表情が豊かなんですね歌の。でそこにもやられましたね。うんなんかこう こんなな声で歌いたいた自分もこんなあ声で、えー、歌が歌えたらなって、えー、その時は思いましたね今でも思いますけどもうそれはもうかなわぬ夢ですけど、あのー、高い声で、ねあのー、高い声でいうか、あのー、ハイトーンも出るし色もうもう表情が豊かでですね、えー、それとおやっぱりこう。 えー、トム・ショルツですから、ねあのーね、ギターというかあのレコーディングの天才なんでしょうねあのエンジニア参加というか何、あのー、とも言えないジャケットちょっと置きますね <laughs> 下の方に。えー、ですごくね、あのー、曲も壮大でこうだけどあのちゃんとこう,なんていう打ち込みとかじゃないですか当時ね70年代かな。でもあのこ,こういうい これもクラップもです、ね、かこういうねこれも重ね取りでやってるらしいんですねこういうこうちゃんと書いてるんですよテロップでね英語やけど <laughs> でまあこのさっきのこのセカンドアルバムファーストアルバムうですね な,なんか売れてるね、もうそのファーストアロムがこうさっ先調べたらあの2000万枚ですよ、LP。すごいですね。あと、なんか、ほんまかどうか、まあ、そのウィキで今見てますね。で、このさっきのこのレコードがですね、ね、えー、セカンドがね、えー、800万枚か。ね、すごいですね。で、名前もすごいですね、ボストンってね。 なんかこうかっこよく感じるんですか。ね地名ですよ都市名っていうかねボストン。ね大阪って書いてるのと一緒ですからね、うん、大阪ってなんか違うもが聞こえてきそうな <laughs> 感じですけどねまあそう,そういうことですよね。ま TOKIO、あ、とか言ったらまたなんかなんかこうおしゃれた感じアーバンな感じしますけどね、うん、なんかそんな感じで。うん、あのネーミングにも 当時はあうわおと思いましたけどねでちょうどお86年に大阪に僕はまあ出てきてまな、えーえー、し合ったんかなその,その頃ですね一人で暮らし始めてですね、えー、テレビも電話もない、えーね、何の情報源もないような一、ね、人暮らしを始めてですね、えー、ちょうどその頃はですねあの愛読書っていうかあの情報源はですねあの 「エル・ L、マガジン」っていう雑誌と「ピア」っていう雑誌と「プレイ・ガイド・ジャーナルね」ねプラジャ」っていうやつですねでそ,そ,のそれかあの、えー、とテレビは持ってなかったんであのラジオを聴いてたんで「えー、週刊 FM」ですね、まあ、あの迷子迷子を買ってたわけですよでその「週刊 FM」やったかな,なんかそ,そこにですね、えー、ボストンがね当時だから8年ぶりにアルバムを出すっていうんでね えー、それが、あのー、サードステージっていうんですね、うん、それを買ってきてですね、えー、天王寺へ、えー、行ってですねで買ってきて、えー、レコードのこうね針にこう針を溝に落とすわけじゃないですかだからもう何うとも言えんこう12弦ギターの音だと思うんですけどねあのアマンダの,あのなんていうかバラードのジャンジャンジュこうねあのかっ それななっった瞬間にうわえー、なーと思ってね一人暮らしでこう心寂しい、ね、誰ともあ、ね、その当時そんなに言うほど親しく友達もいま,、ね、いませんでしたから知り合いも、ね、あのい,いなかったんでねあのこうレコードが友達っていうかねあのこう染み入ってくるわけですよね。 うん、でもそのアマンダのラブソングを聴いてですねいまだにこうそのサードステージを聴くとですね、えー、ホームシックになりますねちょっとだけね <laughs>、うん、なんかそういうもんってあるでしょなんかお音楽をその,その曲聴いたら「あこう思い出す」とか「あの時を思い出す」とかでタイムマシーンのようにね、えー、なあなんかようなそんな,そんな要素も音楽ってあるかなと思いますけどね、うん、自分がその青春時代に聴、えー、いてた 曲とかあ好きやっったアーティストっていうのはねもうちょっと多分そこで固定されて生涯変わらないのかもしれませんけどいろいろね今でもいろいろ音楽はこう耳に、えー、入れてますけどおなんかこう染みついたものっていうのは、うん、やっぱそれが基準になるっていうか、うん、でそっからですねサードステージでだいぶたってからかなウォークオン、うん、が出るっていうでねそれ,それでまあウォークオンも買って、まあ、その時はもうボーカル変わってましたけどね。 うん、でまあ当然生では見たこともないしでなんかで、ね、インターネットちょうどねパソコンとかネットとかをねやり始めた時期やったんで,でいろいろ調べるじゃないですか。ならあらボーカルの方がね,ねもう亡くなられててああそうかと思ってねやっぱそ,ういうそういうところで知るわけですよね情報をね。で、まあ、ずっと、まあ、しょっちゅう耳ボストンのね楽曲はやっぱウォークオンも僕が個人的には好きやったんで。 うん、でまあ一番聞いたのは未だにやっぱサードステージは好きですね。うん、でベスト版が出て、うん、そっからもうなんか結構あのあのやっぱり音がいいんですよ。<laughs> あのなやっぱり音がねなんか心地いいっていうかアナログ感けどスペーシーな宇宙的な壮大なあ感じもするしあれ何な,なんでしょうね。うん、もうなんかこう普遍的なものってあるじゃないですか時代を超えてでも 聞きたいような感じの曲っていうか、あ残る曲っていうか、あのー、なんか次世代にもここの音楽ってええなっていう、うん、その勢いとかノリとかあそういうじゃなしにもうなんかこう芸術ですかね、うん。であとかといってあの難解で難しいようなじゃないんですよ。ものすごくあのー。 言葉あの歌詞が分からなくてもすんごいあのメロディーもキャッチーっていうかやし,綺麗し美しいし、ね、美しいんですよね、うん、であの音の厚さはもうすごいし、うん、あどうやってライブでやってるんやろなと思っててでちょうどそ,それでですねもう,もうね、えー、つい何年か前にですね、えー、35年ぶりってなんかて触,れ触れてましたけど。 来日ってことですね、えー。見に行きましたよ。ね、えー、大阪かな。大阪の体感だからもう、うん、あのー、感動しましたね。<laughs> もう本当にね、えー、その時はですね、またボーカリストがですね、えー、声があのー、なんつうかあのブラッドデルブに初初代のねメンバーのボーカリストボーカルにそっくりな 声でですね姿は違いますけどあのなんか見つけてきたんでしょうねあの先週ねこでお伝えしたジャーニーもそうでしたけどねスイー・ペリーが抜けて新しくねアーネルやったかなうんフィリピンのねうんボーカリストがジャーニーね同じようなスイー・ペリーと同じような感じの歌い歌う歌声っていうか声質というか、う。ん ねでまあ、ボストン、うん、んかあのうわ噂っていうかなんか見,見るとあのその方が、まあ、たまたまそのなんか歌ってた映像をですねあのメンバーが聞いたんでしょうね、うん、もうそ,その方はそのボーカルの方はあーホームセンターがどっかでお勤めで、えー 多分ボストンがすごいい好きでいう方だったと思うんですよね本物のボストンのボーカルになってねワールドツアー回ってるわけですからね、えー、アメリカンドリームってすごいですね、うん、なんかそういうロマンも感じますしねそやっぱり生で見たボストンねずらーっとおるわけですよメンバーが。で、えー、CD を聴いてるかのようなあの音が。 聞こえてくるわけですよ映像も当然宇宙的やしねあのこうなんかこう「ス,スター・ウォーズ」とかが僕も好きなんでなんかそういう世界観壮大なあスペースオペラというかなんかそういう風な感じのですね何、えー、とも言えないこう広い世界でしたね、うん、感動しました、うんまあ、そんな感じでですね、えー、今日はちょっと薄口な解説で、えーね、あの恐縮ですけどね。 えー、このねボストン、ね、ボストンのお,お話をさせていただきましたそれでは、えーね、また明日も今日もですね、えー、素敵なあ一日を休日をお過ごしくださいボビーでしたじゃあねバイ